十94、九94、気94は太平洋戦争末期における日本陸軍の計画による試作高高度防空戦闘機。形状の全く異なる九 94i と九 94e がある。設計は立川飛行機。設計主務は長谷川達夫義氏。それまで赤トンボの相性のある練習機、95式や 他社機の転換生産を主に手掛けていた立川飛行機であったが、1943年、昭和18年前半、若手の長谷川義士を中心に戦闘機の自社開発、乗り出した。しかし主力戦闘機の分野では、経験豊富な中島飛行機や川崎航空機と競合した場合、後発の立川が採用される可能性は低かった。そこで、 過去に試作した高高度試験機の経験を活用し、対爆撃機用の高高度戦闘機とすることを決定。2機のエンジンを胴体の前後に配置した、く型形発、膠着装置に前輪式を採用した総動短座戦闘機して、計画案をまとめ上げ陸軍へ提案した。同年6月、陸軍の承認を得て94として、試作指示を受ける。 串型総発、総動の得意な基本型は変わらず、主要な要求性能は以下の通り。なお、試作1号機の完成期限は1944年、昭和19年12月とされた。後に、陸軍側との打ち合わせに基づき一部要求性能が、下方修正されるが、爆走、自動操縦、機上作敵、機密室、排気タービン等の装備を追加して、 設計を進め、1944年、昭和19年2月にモックアップ審査にこぎつけた。審査そのものは順調に進展したが、2月末に行われた陸軍側との検討会にて、脱出時に後方プロペラに巻き込まれる危険性やエンジンの生産等に問題ありとして、設計中止、以降の方針は未定になる。さらに設計上も廃棄タービンや、 中間冷却機の装備等に問題が山積していたこともあり、事実上の計画中止となった。また、1943年7月には、機94愛の襲撃機型である、機104の試作指示も行われているが、機94愛の計画中止に伴いこちらの計画も中止されている。ところが1944年、昭和19年3月末、 陸軍から中島機87の設計を流用し、機密室を装備した単発機として設計を再開するよう指示を受ける。しかし立川は機87を基本型としたのでは十分な高高度性能が得られないこと。中島でも独自に機密室装備の機87改造案を計画しており、後発の機94は不採用の可能性があることから、この指示を拒否。 九十四開発の事態を申し出た。これに激怒した陸軍航空本部の駒村少将が直接立川に来社し八十七改造案の推進を強く求める事態となるが同時期に中島から機密室の技術供用を打診されたことで八十七の開発が難航していると男子独自設計の単発機を開発する方針を固める。後日再び来社した 小村少将らとの協議の結果、機8 7改造案は一旦棚上げされ独自案 Q94E の設計が開始された。試作初期の要求性能は以下の通り、その他、工作の容易か、機械的信頼性の確保が求められた。同年5月、機8 7とのプロペラ装備に関する比較検討が行われ、大直径プロペラを備える機9 4 e の優位が、 明らかになるなどして、翌6月には八87改造案は取り下げられ、独自案の採用が承認された。さらに、その後モックアップ審査、排気タービンに関する研究会を挟み、最終的に1944年、昭和19年11月、陸軍から増加試作機36機の正式発注を受ける。納期は昭和20年8月末とされた。 1945年、昭和20年1月には、軍事上の方針で海軍の列風との競争施策とすることが定められている。しかし、米軍による爆撃が激化する中で、施策機の製造は、父として進まず、同年7月末ようやく施策1号機の組み立てが完了。翌8月8日には、地上運転に成功するが、8月17日の、 飛行試験に向けて不具合箇所の回収作業中に終戦を迎えた。B-29 撃墜を目標に掲げ高高度、高速性能を実現するため、大出力の排気タービン付きエンジンや、機密室等の高高度装備を機 94i での失敗を教訓として、空間的余裕のある機体に搭載したため、総重量7トンに及ぶ大型機となった。主翼には、 長谷川義士の独自研究による、操縦翼型 TH 翼を採用。この TH 翼は、翼断面の後方まで厚みがあり、公園に半径を持つのが特徴で、フラップの機構、武装や燃料の搭載スペースの確保にも優位だった。フラップは、速度低下を嫌い効力の小さいザップ式を装備。また、主翼表面の平滑さを保つため厚く丈夫な。 外反を使用して縦通り材を廃し、リベットを減らして、スポット溶接を多用したので、作能用以下にもつながった。プロペラは、直径4メートルで6羽と4羽根の2案が、検討されており、モックアップでは6羽を使用したが、実機では4羽を使用した。機密室は、直径1メートル、長さ1.5メートル程度の円筒型で、全部風防と一体になったものが胴体内に、 組み込まれている。被弾時の急減圧を考慮して、余圧高度を6000メートル相当に抑えたため、簡単なパッキンを備えたスライドキャノピーで密閉が保たれたが、酸素ボンベとの併用が必要だった。余圧には排気タービンで圧縮された高温高圧の空気を使用。同時に風防の曇り止めや暖房にも利用された。排気タービンの一目87が、 胴体の側面に取り付けたのに対し、胴体仮面にバランスよく配した。武装は 30mm と 20mm 機関砲、各2門を翼内に搭載。航空での安定性を確保し、射撃精度を高めるために、胴体の形状を上から見て細く、横から見て太い、縦長にし、垂直尾翼も背の高い大面積のものを使用した。他にも、排気管の余熱を利用した。 機関砲凍結防止の暖房も備え、活油冷却器、中間冷却器とも、空気密度が低く熱が奪われ、憎い高高度に対応して、大容量のものを使用するなど、立川が持つ高高度機の経験を活用した設計がなされた。計画地、計画地、昭和20年4月、唯一完成していた試作1号機は、米軍の接収を受け米本土に移送されたが、 飛行試験は行われなかった。その後1号機の所在は不明となり、エンジンも主翼も脱落し山ざらしになった機体の残骸の間を残すのみとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。